皆さん、こんにちは。シノケンの篠崎です。今回はですね、私はこうして日本語教育能力検定試験に合格したということでですね、2023年の検定試験に合格なさいました、滋賀県在住の西山博史様にお越しいただきましてですね、合格までの道のりをですね、いろいろお話を伺いたいと思います。西山さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。西山さんはですはい。ね、シノケンのウェブで学ぶ通信講座ですね、はい。これを2023年の4月から、まあ、始められてですね、はい。はい。はい。で、昨年の10月に合格なさって、で、まあ、2024年3月まで続けられるということで、まだ受講している最中という。そうです。はい。ということは、入会して半年で検定試験に合格なさったと。そうですね。そうですね。勉強した期間はもう少しありましたけど、はい。なるほど。いや、大変素晴らしいと思います。ありがとうございます。ではですね、まずはじめに、まず現在の状況からですね、お話を伺いたいと思うんですけども、今、西山様は、日本語教師をなさってらっしゃるんですかね。細々と。本業なんですが、細々とやっております。はい。どちらでなさってらっしゃるんですか？もともと会社は、電子部品のメーカーに、学校卒業して、35年間勤めてきているんですけど、で、60歳定年を迎えて、その後、その会社で、同じ会社で、雇用継続という形で、その会社の従業員の人に対して、日本語を教えています。ってことは、まあ、従業員の中に、うん。方がいらっしゃるということ。そうです、そうです。はい。ああ、なるほど。まあ、お国はどういうふうになってるんですか？日本本社の会社なんですが、海外に工場が何社かありまして、中国、台湾、フィリピン、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムですかね。また幅そこ広く。に、そうですね。はい。そこの海外の従業員に対して、ウェブで、日本語を教えると。いうことをしてます。あ、なるほど。日本にいる外国の方じゃなくても、それの国に散らばっている方をそうですね。オンラインでやはい。る。え、じはい、オゃあ、ンラインで。何人ぐらいの外国の方を教えてらっしゃるんですか？2020年から始めたんですけども、オンラインクラスの1クラスを5名にして、これまで教えたのが50人ちょっとですかね。10クラスぐらいはやってます。すごいですね。おお。それは、まあ、レベルといいますか、その外部の方は日本語を使ってどういうお仕事をなさるんですか？会社に入るときに、ある程度、英語のレベルは上がってますし、で、工場によっては、日本語のレベルを、上げていないと、例えば N3 以上でないと、採用しないとか、いう形で入ってきてる人もいます。なるほど。で、そういった方には、やっぱり、上級に向けた日本語指導をしますし、工場によっては、やっぱり N1 までは、知ってるけど、それ以上にならないっていう人に対しては、初中級の指導をすると。人に合わせて、工場に合わせて、レベルを調整している。そんな感じですかね。なるほど。西山、その日本語指導を始められたのは、検定試験に合格する前ですか、後ですか。今回、23年10月試験、の前、2020年の、4月からスタートしてます。そうですか。はい、はい。はあはあ。じゃあもう3年以上は、3年ぐらいはなさってるってことですね。
そうですね、3年ぐらいやってます。やられてみてどうでしょう？日本語の教師を始められてどうでしたか？そうですね、最初は会社を、引退して、一旦退社して、再雇用の形で今いるんですけど、再雇用の形で、何をしていくかなっていうところを考えて、一つの選択肢としての日本語でしかなかったです。ただ、それを教えていくことで、何と言いますかね。もともとの仕事は、ものづくりの会社の中で、ものづくりの管理をしてたんですけど、55歳の時に、ものづくり教育。教育の仕事に移ったんですね。転職したんですね。会社の中で。仕事を変えたと。で、ものづくりを教えるっていう仕事を続ける中で、日本語を教えるっていう、別の選択肢を自分の中で作っていったと。で、日本語をしようと思ったのは、やっぱり海外の従業員が日本語ができずに困ってるっていうのを、やっぱり、分かってきたことで、自分にとって、日本語を教えるっていうのは、一つのテーマかなと思ったのがきっかけでした。なるほど。で、実際教えてみていかがでしたか？とても、今は充実してます。とても充実してますね。教えることそのものは、やってきたんですけれども、特に日本語を教えるということに対する、なんて言いますかね、好奇心もありますし、それと、学ぼうという、日本語を学ぼうという意欲が湧きますし、それは西岡さんご自身がってなるほ日ど。本語、私自身が学ばなければならないなっていう気持ちになりますし、それと、やっぱり、教えることで、得るものが、増えたなっていう感じはしてます。その教えるものが増えた、得るものが増えたってのは、例えばどんなことですか？教えてて相手から、相手が、わからないとき、はっきりわからないって言うんですね。彼は。じゃあ、自分が、なぜうまく伝わらないんだろう。例えば、教え方が悪かったのかなっていうところを彼らが教えてくれる。そんな、じゃあ、どうしたら上手にうまく伝えれるんだろうっていうのを、やっぱり学ぼうという気になるし、そんな気持ちになるのが、やっぱりこの日本語を教えることなのかなっていう気はしてます。なるほど。素晴らしいですね。で、ではですね、どういったところにですね、日本語教師の話で、どういうところにこうやりがいとか、生きがいとか感じますか？そうですね。教えてて、相手が、分かったって。言ってもらえたときには、やったっていう感じですね。そのやった感がとても好きですね。分かった、分かったって。こう、横、縦に首振ってもらうところで、自分が伝えられたっていうのは、とても、楽しい瞬間、ですね。こう分かり合えた瞬間というか、そうなんですよ。そのことが伝わった瞬間というですね。ちっちゃな文法項目でも、これがこういう意味なのだなっていうのを伝わったときには、とても、楽しいですね。なるほど、いいですね。で、まあ、そういったこともですね、まあ、あって、で、
そこから検定試験の勉強に入られたわけですね。本当はオープニング時にお聞きすればよかったです。検定試験の合格証、今お手元あ、にありこまれですすか。か？見えますかね。お、素晴らしい。あ、見えます、見えます、見えます。見えました。素晴はい。こらんなしい感じです。ですはい。ありがとうございます。ね。実は、2020年から、日本語の指導を始めたって申し上げましたけど、420時間を、受けて、で、日本語の、指導を開始したんですけど、420時間受ける前に2年間、試験を受けてるんです。ああ、なるほど。2019年から受験をして、これ3回目の受験です。あ、3回、3度目の 正直ってやつです実は3度目の正直なんです。ね。いや、粘り勝ちじゃないですか。そうですね、これも先生の、通信講座を受けさせてもらった賜物だと思ってます。よろしくありがとうございました。まあ、共同はい。作業ということでですね。ええ、本当に2年間できてなかったのに、今回の通信教育をさせてもらうことで、これがやっと手に入ったというのは、感謝してます。いやはい。あ、改めておめでとうございます。ありがとうございます。で、そうやって、まあ、検定試験に合格なさって、はい。で、まあ、そこで得た知識を、まあ、そうん。の場合はもうすでに現場に立たれてたから、そうですね。生かしたわけですよね。はい。で、ご自身ですね、検定試験に合格して、まあ、検定試験で得た知識をですね、どういった形での現場で、活用できてるなと思いますか？例えば、通信教育で受けた、知識と、試験勉強の中で受けた知識、これ、一緒かなと思ってるんですけど、で、通信教育の中で、受けた知識の現場への、応用に関して言えば、文法項目とか、日本語のね、検定試験の中で、日本語を学ぶ項目、例えば、言語と教育とか、言語と心理とか、ね、区分があるかと思いますし、その区分単位で、通信教育もさせてもらってるんですけど、例えば、言語っていうところで言うと、文法中心の、指導内容、学習内容、これって、当然ですけど、通信教育の中で学ぶこともたくさんありましたけど、ここは結構、他にも本があるというか、文法をしている本というのはたくさんあって、そうですね。で、先生の、テキストの内容もそうだし、それをもっと深く調べようと思ったら、調べれる本がたくさんある。で、実際の現場の作業の中では、それをやっぱりやっていってますね。彼らの質問に対して、やっぱり、もう、わからないっていう時は、別のところに調べに行ったりしてますね。で、一方で、言語と心理とか、言語一般とか、言語社会、言語文化、このあたりのやる指導テキストってそんなにないんですね。だから、我々が教師として、学ぶときに、一般的な文法書はあるんですけど、教えてくれるテキストがなかなかなくって。言語と心理とか言語と社会という分野。そう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 。そうなんですよ。で、日本語を指導する、指導の仕方なんかも、やっぱり、なかなか指導書がないんですね。で、通信のつ、あ、しの、しのげんの通信講座は、ね、それをカバーしてる。試験対策っていうところもあるんですけど、当然、試験項目に合わせた言語と教育、言語と心理、も当然ありますし、
私よく使わせてもらってるのは、初級、中級、上級、それぞれの、聞くことを教える、読むことを教える、その内容ですね。それはすぐにでも現場で使える内容かなということで、ここはもう、これ一本しか私持ってないです。なるほどね。とても参考にさせてもらってます。ありがとうございます。なるほど。案外そうかもしれないですね。その文法だと、やっぱり需要も多いと言いますか、買う人も多いので、どんどん出版があるんだけど、でしょうけど。でも、現場に立つとですね、やっぱ言語の真知、言語の社会っていうか、学習者をどうメンタル面でサポートしているかとか、あと学習者が、教室を出た言語、日常社会の中で言語がどういうふうに使われていっていて、そこに教師から学習者がどういうふうに関わっていいのかっていうようなことについては、あんまり確かに参考書がないかもしれないですね。ないです。そこを先生がこれまでやられてきた、日本語教師の立場で我々に教えていただいているっていうのはとても、なんていうか、他になくって、これを、私は大事にさせてもらってますね。なるほどね。その辺はですね、やっぱ現場に立つと、ありがたかったですね。でも実際に現場に立って、現場の経験なんかも踏まえながら、講義指導を作ったので、やっぱり、ね、言語に立つと、やっぱその心理面とか、その社会面が大事だなって思いますし、もっと言うと、そうです教ね。授法ですね、今おっしゃったような、レベル別の教授法、それから企業別の教授法っていうのは、解説的になんとなくこんな感じっていうふうに書いてあるのは、あるんですけありど、ます。通信講座のところを突っ込んで、例えそうば、なんですよ。読解だったら最初にこれやって、次これやって、これやって、これやって、で、こういうのがポイントで、こういう教材があってっていうのまで細かくこう、落とし込んでるのはあんまないかもしれないですね。ないですね。ないですね。だから思ったのは、4月から10月までで、先生の、通信講座やらせてもらったのは、これって、今日勉強した内容は、明日のレッスンに使えるよねっていうのを常に思ってます。どうですか。試験勉強もあるんですけど、やっぱり、教師になってから、使えるテキストの構成になってるなっていうのは、思いましたね。そこまでご理解いただけたら、もう私は ねえ、本当に。もう感激の極みでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今こうやって、お勤めの会社で、社員さん相手に、日本語の指導をなさってらっしゃるということですね。じゃあ、今度はですね、検定試験の、合格体験記といいますか、合格までの道のようですね、いろいろお話をお伺いしたいと思っています。で、どうして日本語教師を目指されたかっていうのは、もう、お話をもうすでにお伺いしてますので、そのうちで、400、どうして検定試験を受けようとなったのか。402時間の講座終わられたんだったら、もうそれ、有資格者なわけだから、もうそれでいいじゃないかっていう、考えもあったんじゃないかと思うんですけど、なぜ、あえてそこで、日本語教育能力検定試験を受けようと思われたんですか。3つありますかね。1つは、その会社の中で、じゃあ、日本語を教えるチームを作ろうっていうことで、1人で始めたんですけど、1人、2人と、じゃあ、同じことをしたいっていう人が増えてきたんですね。いいですそれね。で、一緒にやろうねっていう。で、1人は420時間を超えて、チームに加わって、もう1人は、検定試験を22年度合格したんですよ。22年度にね。去年、一昨年に。で、縮小と思いましたね。思いまいすやいね。や、2年間失敗してましたから。いやいや、彼、後で来た負けてられないっていうのが一つ。なるほど。それと、もう一つは、それ、同じ考え方かもしれないんですけども、その時には、日本語を教えてたんですよね、私は。20時間を終えて、会社で日本語を教えたと。で、知見を持ってないことは、お前はまだ、
日本語教師の資格持ってないよって言われてる気がしたんです。おうん。450時間しか通ってないじゃないかと。試験合格してないよって。だからあなたが教える資格ないんじゃないですかって言われてる気がしたんです。あれですね、もう一人の自分がそういうふうに言ってそうるみそうたいそう。そうなんですよ。そな。おう。うなんですよ。うん。だから、やっぱり3回目でもいいから、通りたい。と思って、その健康講座を申し込んだと。なるほど。なるほど。どうしても通りたいかったんですね、そういう意味ではね。もう、あれですね。意地ですよね、なんかえ、ね。いいです。ほんま、いいです。意地ですよね。はい、いいです。はあ、なるほど。それは、で、うん。受けないと、合格しないと。そうですね。で、3つ目は、やっぱり、日本語を教えてて、まだまだ知識が足りないし、これどう教えたんよっていうところで悩むことがいっぱいあったんですよ、やりながら。で、やっぱり、まあ、かっこいい言葉なんですけど、学び直しっていうんですかね。一からもっぺん勉強し直すと、やっぱり自分のスキルも次のステップに上がれるのかなっていう思ったこと。学び直したい。うん。が三つ目の理由だったと思いやっぱりもう現場に立たれてるからですまよね。す。本物の力をやっぱり身につけたいっていうなんですかね。そうなんですよ。なんか、張り子の知識じゃなくてですね。はい。そうなんです。やっぱりいかに、引き出しを増やすか、だと思ってて、テキストを、それこそ教本と一緒に、教案準備して、その範囲で教えるのではなしに、いろんなところからいろんなものを引き出して、クラス活動の中で、彼らの学びを助ける。その引き出しを増やすことが、やっぱり学び直しが必要なのかなと思ったのが、だと思います。なるほど。で、実際やっぱり検定試験合格されて、現場にまた立つと、まあ、合格したから急に引き出しが増えたわけじゃなく、多分勉強している間にじわじわと引き出しがこう増えていったので、やっぱり合格していくと、やっぱり合格する、その検定試験の勉強する前と後では、ご自身の引き出しはだいぶ違ったなって思いますか？勉強していく中で増えてきたのかなって思いますけど、その差は、あまり感じないというか、少しずつ確かに私は増やしてるとは思いますけどね。あまり感じないですね。だからただ一つ言えるのは、さっきの話じゃないですけど、お前日本語教師として、試験取ってないじゃないかっていう、自分の裏の声が、よくやったっていう声に変わって、いいですね。で、自分に対して自信になってるんですよ。明らかにその声が消えたことで、あ、やっていけるんやなっていう自信になってるっていうのは大きいですね。なるほどね。どうだ、やっぱり合格する前は、どっかこう、引っかかりを持ちながら、そうなんです指導してたってことですよよ。そうね。なんですよ。うん。